際映画祭は本当に最初この作品が海外の方にどう受け取っていただけるのかがすごく不安だったんですけど、でもローマの方々とも映画祭で一緒に映画を見たんですけど、その時にその声を上げて笑ってくださったりだとか、あとスタンディングオベーションを4分間もしていただけて、本当に心から楽しんでいただけたなというか、本当にこの作品を受け入れてくださったなという印象を持ちました。で昨日のジャパンプレミアの方々は本当に女性のお客さんがすごく多かったんですけど、でもこの作品は結構バイオレンスがのイメージがすごく強いんですけれど、でもそういう女性の方々がたくさん来てくださったということがすごく嬉しかったですし、それに見終わった後にすごく拍手が起きたという話を聞いて、やっぱり日本の方にもすごく受け入れてもらえたなという感じで、本当に公開までに本当にたくさんの方々に楽しんでいただきたいなと思います。まず監督に最初お会いした時に、監督から原作とは全く違うものと考えていいから自由に自分のキャラクターを作ってきてっていうふうにおっしゃっていただけたので、自分の中で原作の位置かっていうのも参考にしつつ、自分の中でこの映画の中の位置かをすごく想像してキャラクターを作りました。監督は秋元一華こういうキャラクターだよっていう、そういうような決めつけるようなことは一切おっしゃらなくて、私が自由に考えてきたものをさらに良くするためにはどうしたらいいかというヒントをくださる監督でしたですね。なかなか最初の方は本当に自分の考えていた以上のテンションを求められることが多くてすごく難しかったんですけれど、そういう緊迫した状況のテンションが足りない時には監督が本当に私のキャラクターがそのシーンに来るまでの心情だったり状況をすごく丁寧に説明してくださって、その説明してくださったおかげでそのテンションを監督の求めるものにまで引き上げることができました。自分としてはやはりその血のりを体中につけて撮影していたんですけど、最初その姿を見た時はやっぱり衝撃的だったんですけど、撮影日数が重なるうちにどんどんその自分の格好やそのシーンの状況に慣れてきてしまうので、その撮影に入る前に鏡で自分の姿を、その血のりをつけた自分の姿を確認して、これは非日常的な出来事が起こっていて血のりを体に血がついているという状況はすごく大変なことなんだというのを確認してから現場に入るようにはしてました。悪の経典の時は大勢の生徒の中の一人という役だったので、1対1でお芝居をつけていただける機会はなかったんですけど、でも今回1対1で本当にお芝居をたくさんつけていただいて本当に幸せでした。三池監督はやっぱり見た目が怖いっていうふうに質問されることが多いんですけど、でも私も最初はすごく怖くて実は緊張していてうまく喋れなかったんですけど、でも撮影に入るとすごくキャストをすごく尊重してくださって、スタッフを大切にしている監督ってすごく愛情のある優しい方だなと思いました。やはりそうですね、先ほどと重なるんですけど、猫の背中によじ登るシーンが自分の中でのかなり大きな挑戦だったので、私高校時代走り高跳びをやっていたんですけど、本当に走り高跳びをやってよかったと思ってそこに注目していただきたいです。主演の福士蒼汰さんはやっぱり現場でもすごくしっかりして落ち着いていらっしゃって、私は緊張していたところを話しかけてほぐしてくださったりとか、あとカメラ前でわからないことがあると本当にさりげなく教えてくださるので、本当に頼れるお兄ちゃんのような存在でした。